どうも、マナブ18号です。はいどうも、ピーモリルです。はい、いやなんかこのスタジオに自分がいるっていうのはすごい違和感で、ね、ついに、プロ野球スピリッツエースの対決動画もね、ちょっと撮ってほしいっていうね、コメントも来てますので、はいはいはい、撮ってみようかと思いまして、最初の対戦相手にまず選ばせていただきました。めちゃめちゃ弱いっすよ。僕たち今回阪神の阪神オンリー阪神純正のチーム対オリックス純正のチームで、そう、うん、じゃやっぱね、この関西対決、さすがにいくらプロスピとはゲームといえど、これ負けれないぞと、このやっぱ阪神ファンの視聴者の方が多いと思うんですけど、この関西にオリックスバファローズこんな強いチームがいるんやぞということを、この阪神ファンの皆さん見せつけてやりたい。オリックスこんなに強いんやぞと。そんな背負って大丈夫？大丈夫、大丈夫。皆さん見てください、オリックスマジ強いですから。逆に大丈夫かそれ。僕ちょっと弱いんですよね、オリックス縛りにすると。そう、ちょっと10月から始めてということで、なかなかそのオリックスの選手の S ランクをまだ揃えきれてないという状況でして、ちょっとそのスタメン選手は全部オリックスでもちろん行きます。ただちょっと控え、代打要員、代走要員はちょっといつものオリックスじゃないレギュラー選手を使わせていただきたいということで、島内とか外とか使ってます。ガンガン行くやん。いいっすか、岡本とか使っていいっすか。もうちょっとなんか選び方あるやんそれ。俺も一応阪神ね固めてるけど、選手の数がちょっと足りなかったんで、控えですよ、はい、控えに一人だけ阪神じゃない選手入れてます。誰ですか？あ、それも適当にだけ、西武の森くんなんですけど。強いじゃないですか。うん、強いのやるの。強いじゃないですか。強いのやるの。適当にやるだけ、ほんま、たまたま。もう誰でもよかったけど、たまたま西武の森くんやったっていうだけで。たまたまね。たまたまやったんで。まあ、それ、多分もう絶対、まあ、使いませんけどね、おそらく。控えの一番端っこに入れてますんで、数合わせのためにね、使ってます。あ、それは安心だ。そう。先行高校どうします？あー、球場でも球場によるやな。京セラと甲子園じゃないですか。京セラないんですよ、球場搭載されてないんですよ。これ、え、そうなんです。甲子園は搭載されてるんですけど、京セラなくて。京セラなかったなんか権利の問題か分かんないですけど、なんでまあじゃあ必然的に甲子園になるってことで、じゃあ高校いいっすか。いいっすよ、もちろん。ちょっと悲しいな。いいっすよ、京セラないんすよ。おっ、岩貞選手。岩貞君でいきますよ。こっちね、9回のエースですよ、山本由伸選手。これはやばいな。マジで打てんすよ、これは。西に変えようかな、いきなり。さあ、これちゃんと応援歌もね、僕搭載してるんですよ、平等にね。いいとこ行った。いやー、いやらしいとこ来た。うわあ、よし。なんで飛んねん。バースね。バースよ。バース。狙っとったな今。さあ胸でっかいの行こう。岩貞、そしてキャッチャーは上手。来た。よし、バース取るね。バース。こっちもじゃあ昔の選手で、加藤選手。おお、秀次。懐かしい。秀次。えらい。僕知らん、生まれてないですから。ワンボールツーストライクです。よし、いいとこ行ってんけどな。手には乗らん。これ声張って大丈夫ですか？大丈夫。よし。ああ、これが昭和の力っすよ。これが阪急っすよ。さあ、マッチョ怖いな。初球はボール。うわ見たか、これがオリックス吉田正尚マッチョ。チェンジアップ打たれた。見た。岩貞。さあ復活の D や復活の D。 あ、もうあかん。これね、もう2020年 T 岡選手復活です。あ、もう交代。この厳しいぞ俺。早いっすね。もう厳しくいく。羽本監督より厳しいっす。あ、能見さん、能見さん来たよ。能見さん、あかんわ。よしはい。おーし、くそー。よし、2点はでかい。あ、浮いとい、浮いとい、帰ってこい。浮いとい、帰ってこい。変化球。打ちました。うわ。よし。バッターは2番に入っている糸原。やばい。外れてフォアボール。よう見た。さすが糸原。
よし、出ました。ブエ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 うわぁ、なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。うわぁ、よしよしまった。よっしゃ。いや、今のでかいですね。ワンボールワンストライクです。よし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 。1番バッター大城、能見、まずは先頭バッターを打ち取っています。能見さん結構打ちづらいっすね。ほんま今浅田より打ちづらいっすよ。今さガンガン打たれてんけど。打ちました。よし、な、打たせて取るピッチングできてる。能見さん打ちづらいな。おさあ、若月選手ツーアウトランナーありません。今年は若月選手ちょっとね、打ってほしい。そう期待してんの。2割5分は打ってほしいですね。あ、それで打ってる方に。ああ、これ2割8分です。このバッティングは2割8分です。打ちました。よしよしよし。ああ、打ちにくい。ああ、ちょっと4番大山に。大山選手なんかあのキャンプですごいホームラン打ってましたね。昨日でっかいの打ったよ。うん、頼む頼む。呼ばれとこもやべ。やった。ああ、やった。ああ、ちょっと待ってくれ。あっか。おお。しまった。緊張してもった。チャンスボールです今のは。打ちました。緊張してもった。いやー、耐えた耐えた耐えた。うわあ。これでもくれ。打ちました。あか。山本選手やっぱね。いいっすよ。中谷頼む。中谷。なんでアッキーにおんねん。あか。あか。これ秋山。これ秋山。ギノザイカルへんわ。ストライナーに倒れています。前の打席は対等にはなりません。やばいやばいやばい。いいやばいやばい。やばいやばいやばい。ノーアウトやばい。いいよいいよいいよ。4球目。チーフ。おっしゃ。チーフのかい。さあ4球目は何か。おっしゃ。見逃し。いやーきつい。いいコースやったな。髪いっぱい。さあ復活の D いきますよ。これが初球。よし。やばいやばい、あかんわ。打たれたー。これ T 岡田選手今シーズン3割1分30本確定。のみさん、これもあるよ。ツーシームもあるよ。のみさん手ごわい。あ、ただ1点失ったな。やばい。あ、もう最終回。最終回です。やば、城島か。じゃあちょっと最後抑えてもらいましょう。増井選手。ピッチャーが変わります。増井選手ね。ちょっと待って。よし。使うんかい。使うんかい。森友もすまん。使うんかい。これでも食え。よっしゃー、待ってました。嬉しいっすか。さすが阪神。さすが阪神。それ嬉しいっすよ、ほんまに。いや、まあまあ、まだ2点あるんで。ああ、よし、落ちるな、やっぱ。よか、頼む。あのメッセの引退試合で打ったホームラン、もっかみしてくれ。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。154キロがいきなり出ました。よっしゃ、よかはいいね。ちょい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 。よっしゃよっしゃよっしゃ。増井さんしっかりしよう。増井さんそれじゃあ今年も無理だよ。大きく外れました。それじゃあ今年も守護神奪回はできんよ、増井さん。おっしゃ、三谷さん、よっしゃ、おっしゃ、同点ホームラン、よっしゃ、完璧に取れました。よっしゃ、増井さんよ、やりました。マジか、やりました。マジか、最終回嘘やろ。増井炎上。これシーズン中何回も見た俺。何回も見たこれ。いや、さすがプロスピリアルやな。リアルっすね、リアル対戦。あー、うまい。よしよしよし、炎上、炎上っすね。あー、面白くなってきた。炎上っすね。あー、面白くなってきたな。あー、面白いっすね。ここでタイガース守備を。そのまま行くんですね。そのまま行くんですね。さあ、特別炎上っすね、これ。なに、何したんや。よしよしよし。送った。あ、ちょっと待ってください。代打、代打いきます。代打いく。ランナーを進めています。さあ、バファローズ勝ち越しのチャンス。島内行け、島内。バッターボックス、島内。あ、そこはお互い話すよ。くそー。ここで島内。
勝利の一打。おー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 、あれちょっとフォークの落ちが甘くなってきた。あれ買いますわ。うわ出ました。そりゃ打てんすよ。ただ A ランクやから、 A ランク。いや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 、ここで島打ち頼むジョーンさん。いやそれ打てんす。ちょっと頼むぞ。来るんやろな。来るんやろな。あいぼーす呼ばれたー。よし呼ばれたー。パワーカーブ呼ばれたー。ほんといいパワーカーブっすよ。呼ばれてたー。ここで島内勝利の一打。いや打てんす打てんす。おーしよしよしよし、入ってる。よし、さあそして打席には福田が入っています。さあ2アウトながらバン、 バントしたからやなこれ。あれ効果的やったな。いやなんか叩かれそうやな。モレル汚いって叩かれそう。先生どうやれみたいなね。さすが今すぐ買いますわ。ディクソン、真の守護神はディクソンっす。暗い。うわー何これ。あー送りバントみたいなもん。結果的には、うわ怖いね。これ怖い。ドメさん、ドメさん頼む。あーよし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 、打席には中谷が入っています。中谷頼む。めっちゃ特殊能力ついてる。とりあえずなんとかボールにしてくれる。なるほどそうですね。エンタカーク打ち込めなかったに。おっしゃー、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 中谷追いつきました。中谷いくつもお前もか。ギノザおいで中谷。ディクソお前もか。ギノザおいで。うわっ。試合終了。引き分け。よしよしよし。よしよし。これ。あ、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 勝った。判定。判定勝ち。あ、そういうのあんの？この辺りで甲子園球場から試合内容。いろいろポイントがつくんですよこれ多分。試合内容のやつね。あー、かろうじて。まあ、この辺はまあカットして引き分けにしましょうか。いやいやいや、パッと思ってんけどな。でもオリックスもね、まあ、松井さんとディクソンはちょっとあれでしたけど、でも序盤の打線の爆発、ジョーンズ選手が加わりますからね。ああオリックス今年打線えぐいっすよ。阪神はまあ去年の最終負けたあかんところで6連勝した。いやその粘りが粘りが出ました、ね、粘りが出てますよ、ね、このゲームにも、今シーズンやってくれますよこれ、でも流れを変えたんが唯一阪神は森選手っていうね。あっこからですよ。置いといてよかった。あっこからですよ。森君入れといてよかった。あれなかったら多分勝ってましたよ。まあ結果的にまあまあまあ判定ではない、まあ、森君勝ちましたけど、まあまあまあ、まあ、いい試合やったね。すごい楽しかった。楽しかった。よかった。ハラハラドキドキ。ああ、ね、だからこれもう今年阪神もオリックスもなんかいい流れ来そうな来ますね。ね、試合やったちゃいます。いいところが出た試合やったので。これ阪神見てる阪神ファンもオリックスファンも大満足の内容だったんちゃいますか。オリックス強いね今年。阪神、阪神粘りますぜ、ね、これ。これ関西ダービーやりましょう。楽しみですねこれ。やりましょう。ね、ありがとうございます。B モレルチャンネルの登録もお願いします。よろしく皆さんね、阪神ファンの皆さんもね結構応援歌、まあ、応援歌で大熱唱してるね、はい、面白いチャンネルなんでね皆さんぜひ登録してみてくださいね。お願いします。お願いします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。